はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アルティメット脳筋力をね、皆さんちょっとお見舞いしたくてですね、皆さんこのクレイブソリッシュっていうモンスターご存知でしょうか。ヒロイックチャンピオン、見てこれ、ここ見て、ここ、これこれよ、これこれ、めちゃくちゃ立派でしょイラストも大好きだし、まあ、効果もこれこいつすごい効果持ってて、マジでお前を殴るしか書いてないんですよ。まず、相手は他のモンスター攻撃対象できないって効果と、あと2番目で500ライフ払って、このターンのバトルフェーズ開始時に自分のフィードのモンスターの、打点を倍にするっていう超脳筋効果、まあ、こいつ自身選んだら 5000になるんですね。で、相手モンスターが攻撃、戦闘を行う攻撃宣言時、まあ、自分からの攻撃でもいいし、相手からの攻撃でもいいんだけど、このカードのエクササイズを1つ除いて、相手のフィードの攻撃が表示モンスター1体対象に、このカードの攻撃力をそのモンスターの攻撃力もアップすると。まあ、他は何もないんで、無効にするとか、耐性とかないので、もう本当にお前を殴るしか書いてないですよ、これ。で、作り方は戦術力レベル 4×2 で、ね。まあ、一応戦術力デッキだったら結構簡単に出せるよ、みたいな。で、ちょどうしても、ね、やりたいコンボがあってさ、この新しくね、診断で実装されたカードで、このフェニックスギアブレードっていうカードがあるんですけど、これ2番の効果で、これ戦闘ビヨンさんが、攻撃したダメージステップ終了時にこのカード墓地を送ることによって、このバトルフェーズ中に自分の戦術モンスターおよび炎属性モンスターは2回攻撃ができますよっていう効果が付与できるんですよ。戦術力がだから、まあ、連発ができるようになって、なんかめちゃくちゃ強いんですけど、あのクレイブソリッシュ君にこれ装備するか、他のモンスターに装備してこいつがいる状態で撃った場合、なんか攻撃力なんか8000とか7000とかのモンスターが、2回攻撃できるようになるんですよね。はい、勝てるやろと今日はその後手でフェニックスギアブレード装備し誰かにして、でクレイブソリッシュで2回殴るっていう、これをちょっとね実現したくてデッキ組んできました。で、それをやるためにはどうすればいいかって話なんですけども、まあ戦術力レベル 4×2 を作り、かつギアブレードをサーチしてこなければならないっていう感じなんですよ。で、それをまあ最も自然な流れの中でできるデッキっていうのはイゾルデを採用するデッキで、イゾルデを採用しつつその後にランク4ができれば成立するんですね、そのコンボが。イゾルデって結局装備カードを墓地送れるんですけど、効果で。このギアブレードを墓地送ることによって、回収できるんで、これ自身が。このギアブレード自身の効果でね、3番目の効果で。なので、イゾルデをしつつランク4ができるデッキ。これね、いろいろ考えたんですよね。で、しかも後手でね、後手でイゾルデした後に、ランク4できるまでのパワーが残ってるデッキって、相手の誘発とか妨害を回避した上でね、なかなかないんですよ、そんなデッキは。で、一応ギリギリイゾルデした後にそのランク4もできて、かつ手数もまあまああるデッキって、まあ何かなってなったら、まあ遠征騎士だなって僕は思ったんで、遠征騎士で組んできました。ちなみにヒロイックチャンピオンデッキとか、ヒロイックチャレンジャーか、ヒロイックチャレンジャーデッキとか、あとなんかいろいろホープデッキとかもう試したんですけど、いろんな縛りがありまして、縛りとか展開力の、まあ貫通力のなさとかがいろいろありまして、ちょっとあと戦術力レベル4が並ばないとかもありまして、ちょ編成騎士が一番安心よかったんで、今回は遠征騎士でそのイゾルで後手でね、イゾルで作ってギアブレードサーチからクレイブソリッシュでパンチしていく、これを見せていきたい。まあ、このデッキのいいところはクレイブソリッシュ最悪でなくても、まあ遠征騎士で戦えるっていうところと、こういうデッキの特徴としては先行ガチで弱いんですけど、そういうデッキって遠征騎士先行ちゃんと強いんで、まあそれがいいところですかね。はい、ということでね、ギアブレードを早速ね、クレイブソリッシュにお見舞いしていきたいと思います。やっていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。ヒロイック版ガンダチのオニマルこと、クレイブソリッシュさんのちなみに海外イラスト皆さんご存知ですか、どうなってるか。これね、日本のねイラストと海外イラストちょっと見比べてほしいんですよ。クレイブソリッシュ海外イラストの方ね、去勢されてまして、はい、まあ、ちょっと一旦これちょっとラゼンとかいうモンスターちょっとキモいんで無限保有します。去勢されてまして、これ変身だけやめてください。あー、オッケー、変身はない、変身はない、変身はない。これあれか、てか VS あまりにも久しぶりすぎて、これあれだったっけ、こっちの方に当てるのがのる方がなんか恨みないみたいな話だったか、確か。ラゼンは別に、でもラゼンで結局無効になったらそっちの方がいいか、難しいな、これ。VS ってこれどうだったっけ、なんか無限包囲をどこに当てるのが正解だったんだっけ。これなんかラゼン結構廃棄されるイメージあった、そういえば。ああ、すいませんでした。それはまあ通らないと。それは通らないんご。
いやーこれ難しいな。さすがにこのハンドだとちょっときついよね。さすがにガニ刺す、ガニ刺す、これ何も起きないみたいな話あるよね。まあちょっと一応か、なんか、うわマットラブきた、マットラブきた。ちょこれ無限豪遊ここだったかもしれないな。これバンキッシュソーラーのこいつにぶち当てるみたいな。いやでも手札強いと、もうなんか何にしてやったところで貫通してくるからな。バンキッシュソウルとかいうデッキちょっと久しぶりすぎてわからん。ダストデビル、これ裏渋みのやつだよね。裏渋みにするやつ。あーオッケー。裏渋みにするのめんどくせえなー。ディアベルスター悪くねえな。ディアベルスター悪くねえな。まあ、ただ手が弱い。一旦これはですね、ヒロイックチャレンジャーモーニングスターを召喚するので、弱えなこの初動。この初動弱えなー。なあ一旦ヒロイックコールをね、持ってきまして、でですね。ちょっと墓穴はちょっと取っとかないと G とか打たれた時やばいんで、まあ、ちょっとディアベルスターてかあれか、あの G は墓穴されてんのか今。じゃあ墓穴でもよかったこれ。いやでもねこれね、 バンキッシュソウルラゼをね回収させないっていう動き多分結構強いから、これね G 取っといた方が俺はいいと思うね。ああなるほどね。裏渋にされる、ディアベルスター裏渋にしてくるか。召喚権使ったからもう手数出ないっしょの構えね、これ。なるほどね。いやまあモーニングコールあるんで、まあ、ヒロイックコールなんだけど、モーニングコールあるんで、モーニングコールで叩き起こしてヒロイックを。これ何このチェーン、うわわらし、きしょ、わらしはきしょいな。ちょっと一回測るぞ。さすがにわらしはきしょい。でこれ G は怖くなくて、あとは何が怖いかな。もう何も怖くないか別に。ヒロイックコールからの、ヒロイックチャレンジャーモーニングスターがモーニングコールで叩き起こさ出てくる。え、ああそれか。はい。で VS モンスターを手札に加える。でラゼン回収は OK です。で一旦現在法スネークアイを打たないと、炎属性戦地属モンスターが用意できないんで、これでですね、まあ、これしかねえか。リッチャルデッド出す。でリナルド特殊でイゾルで出します。いやなんかだいぶね結構綱渡れみたいなのがあるよね。でイゾルで特殊効果発動。あれなんかチェーンするぞ。これ何のチェーンだ。え何を裏なんの。えいやでもあったら打ってるか。現在法にこれなんだ。何このチェーン、わけわかんない。待ってちょ何このチェーンちょっと待って、わからん。なんかチェーンあったぞ。ちょガチでわからん。やばいやばいやばい、なんか謎のチェーンがある。ちょ怖い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 。とりあえず一回オジエ出していい。何そのチェーン。遠征騎士オジエちゃん出しましたけど何かあります。でオジエの効果発動するのとギアブレードが回収される。でこれあとはレベル4をもう一体用意するだけでいいの でオジエの効果でトゥルパンを墓地に送りまして、まあこれでイゾルデにギアブレード装備でいいな。これちなみにもうシンクロはもうなんかもはやできないんで、チューナーがいねえから、だからちょっと宇宙最強の剣これ装備するっしょ。イゾ&ルデに、イゾ&ルデさんに装備して、で墓地からテュルパンが、蘇ってくるゾンビのように。そしてこのモンスターはフィールドが離れて除外されるんですけど、ランク4すると大丈夫みたいな話あって、これもまあ一応相性はいい。でレベル4のモンスターになってオーバーレイ現れよ。ヒロイクチャンピオンクライムストレッシュかっこ虚勢前で、ヒロイクチャンピオンクライムストレッシュの効果500ライフになるようにライフポイントを支払い、バトルフィールズ開始時に打点をアップする効果、そしてヒロイックチャレンジャーモーニングスターを特殊召喚しヒロイックコールの効果、うわー打点上昇バトルフェイズ、いけクライムストレッシュ分からせろ打点7000、うわー、そして、イゾデの攻撃、そして攻撃宣言時クライムストレッシュの効果を発動、
クレイブストレーションの効果により攻撃宣言する、モンスターの攻撃力吸収、もちろん打点が上昇するのは俺様だ。うわっ、何これ、何これ、マジで何これ、これ何、これ一生チェーンしてんだけど、これマジでこれ何のチェーン、これほんまに、えローラン抜いてる、えもう一回攻撃します。これ全員戦術力2連打する必要ない、ワンパンマンで勝ってるスーパンマンじゃなくてワンパンマンで勝っちまった、大切でした。なるほどね、まあ割と本当は悪くないけど、っていうかね、これやっぱねちょっと思ったのは、これクレイブソリッシュをサラマングレーとか、サラマングレーでちょっと一旦スルーするわ。まあレイジングフェニックスか、まあ、ミラージュかどっちかに無限保有を当てたいですね、できれば。やっぱね、イゾルでした後にランク4もするっていう動きをしなきゃいけなくて、そのフェニックスキャブレードサーチしながらクレイブステーション出すっていう動きをする場合、イゾルでした後にランク4もしなきゃいけないんですよ。これめちゃくちゃ難しいんですよね。ちょっと一回さすがに召喚器使ったから、これは無限保有打つわ。これ止まっていただきたい。これ一番やばいのはだから、そのブーブーをしなきゃいけなくて、後手でなかなか決まんないっす正直クレイブソリッシュにギアブレードをつけて殴るっていうそのことをしたかったんだけど、なかなか決まんない。はい、さっきの一回決まったんだけどね、スーパーはできなかったんでね、 やりたい動きみたいなのがエフェクトフェラー遅えな、お前、まあ、遅えっていうか、まあ今いらねえな。で、オジエの召喚成功時効果なんかありますか。あ、一応これは通る。まあ、通った場合なんだけど、これはね、さすがにね、まあ、テュルパンを送っておいて、ランク4ムーブ最悪できるようにしておくのがいいかな、一応。で、遠征剣アルマスを、オジエに装備したい。まあ、伏せハカーナとか無限法要とか、レイジとかロアとかその辺だと思うんですけど、基本的には。あのデッキ、まあ、サークルあったら多分なんか打ってる気がするから、デュランダルに一応装備変えまして、でデュランダルの効果起動したいですよと。デュランダルの効果、デッキからレベル、あーうざい、まあまあ殺すか、ちょうららはちょっと展開が止まっちゃうんで、うららはちょっと抹殺させてもろって、ヒュ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 はさせない。うららのこのさ、ヒュ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 の鳴き声とさ、ピュアリのさ、ピューアピューアピューア、どっちがキモイか選手権結構あるよね。ああ、遊戯王マスターデュエル、鳴き声キモイ選手権、結構第1位、ピュアリ、第2位うららみたいな話ある。で、リナード持ってきて、で、爆破して、で、リナルド特殊すると、回収ができる、強すぎる。リナルド特殊召喚、で、効果起動、これ装備魔法を回収していきたい。まあ、デュランダルでいいかな。これなんだろうな、あの癖カード、それがね何かにマジでよるんですよね。でデュランダルを、いやーこれなー、むずいな、あの癖カードが何かによるから、もうなんか行くしかない気がすんな、これイゾルで踏みに行くしかねえわ。とりあえずイゾルで、とりあえずのイゾルで、で効果発動、イゾルでの効果で、あ無限砲撃打たれるよね、あー無限包囲は撃たれるんですよね。で、ここで無限包囲を撃ってきた場合、もう一体のイゾルデを出すとワンチャン貫通できるって話がありまして。もう一体のイゾルデをですね、出すとなんと貫通できるという可能性がありまして、で、これで自分の墓地からテュルパンを出します。はい。で、こうすることによって、もう一体のイゾルデを爆誕させていく。ダブルイゾルデで草、ダブルイゾルデでイゾルデの無限包囲を貫通。無限包囲はちなみにね、2回目の方が言った方がいいですよ、イゾルデの。ああ、それが一番いいと思う、恨めないから。結局ね、イゾルデ2回作られると普通に貫通されるパターンがこういう風にあるんで、無限包囲はこのイゾルデの2回目の効果に打つことをお勧めしたいです。で、フェニックスギアブレードを墓地送って、これは炎属性戦術力いるんで、何でしたっけ、リッチャルデッド出してこれますね。でリッチャルデッド出す、でリッチャルデッド効果起動する、まあ対象はオジエでいいかな。でフェニックスギャブレードの効果、
回収されます。えそれ墓はさっき異常で撃ったのくらい、まあ、どっちにしてもきついんですけどね。どっちにしてもきついんですけどね。なるほど、いやーなるほど、激キツだなこれ。これ足りるかな。これさフェニックスギアブレードをさフェニックスギアフあまあどっちもいいのか、フェニックスギアブレードをフェニックスギアフリードに装備するっていう、まあ、激アツ展開ももちろんあるんだけど、こうするじゃないですか。で、まあ、フェニックスギアフリードからのギアブレードを装備するっしょ。これで、これ足りるこれ。ワンチャン足りてるある。フェニックスギアブレードを装備したギアフリードで相手のモンスター、これ自分の効果無効的にマジ終わってんだこいつ。で、これ装備するでしょ。はい、ほんで、フェニックスギアブレードの効果、これ2回攻撃できるようになる。3816165、これ足りてるから、なんか足りてそうじゃね。ちょっと待って、1000算数できてないけど、これ全員自衛隊できますからね、これ。はい、うわちょっと足んね、決め、うわちょっと足んね、決め、マジか、ちょっと足んねの肝。うわマジスカロックンロールだな、リトルナイトしかないか。じゃあこれマジスカロックンロールだわ、ちょっと足んねえのワロタ、うわちょっと足んないのワロタ、えっていうか今さ間違えたわ、殴る方多分これ俺殴絶対足りるだろと思って殴ってたんだけどな、これつける方間違えたんか、つまりこれイゾルデでつけてたら足りてたか、殴る、あ、イゾルデでつけてたら足りた気がするんだこれ。ちょ、ミスった、ごめん。フェニックスギアブレードをフェニックスギアフリードに装備したすぎて、多分これ間違えてます。多分間違えてます、多分今のは殴る順番も間違えているシステム、まあ、それはいいか。これはね、てかイゾルデでつけなくても別にいいのか、殴ってかパクったのがミスか、ギアフリードのダメージを相手の顔面にぶち込んでないのがミスだわ、多分。絶対足りるだろうと思いながら普通に殴る順番間違えたみたいな話ある。リトルナイトで飛ぶ、いやこれガゼルでワンドローさせない方がいいんじゃない、もはや。これ止めるか、エフェクトペールあって多分リトルナイトあるから多分さすがにね、これでいいと思うな。ワンドローはもう可能性の獣すぎて、ちょ何が起きるか分かんないから、ギアフリードでこのなんかそのウィーゼルのワンドローを止めて、で可能性を消し、あと1枚の手札のから出てくるモンスターをエフェクトペーラーで分からせるのが良さそう。うわガチで泣くの順番ミスったらめっちゃ叩かれる、やめてコメント叩くの、あーあぶねー。ベイゴマックス3枚使いの激アツすぎるんだよな、マスターデュエル。これ OCG だといつ帰ってくるのかな、帰ってこないのかな、もはや。なんかね、マスターデュエルね、ベイゴマックス3枚使いのマジで激アツで、これ本当になんかイゾルデ系のデッキクソ強いんですよね。あ、最近だとあのミラージュスタリオとか出せるんで、サラマングレードとかも結構強いんですけど、ランク3をなんかその軸にして戦えるデッキ、まあもちろんリンク2とかでもいいんだけど、リンク2とか、まあ効果モンスター2体が並んだら強いとか、なんかそういうのを、ケルブイとかが初動になれるようなデッキだとめちゃくちゃ強くて、まあ、勇者とか転生とか今回みたいなその遠征騎士みたいなデッキはなんかねすごい強化されてます。はい、召喚剣使わないでイゾルデいけるとマジやばいからね。普通に考えて召喚剣使わずに イゾルデしつつ、まあヒロイックチャレンジャーさんとか出すともう一体モンスター追加できてるんで、なんか召喚剣使わないでイゾルデプラス一体になってるんですよね、盤面が。強すぎない？さすがに。っていうか、まあ、ベイゴマックス引きなとき弱すぎるんだけど、その動きが強すぎて。やばい。ちょっと、これあと、伝統芸能ムーブ来た。これ親顔ムーブと言われている、まあ、親の顔より見た光景と言われている、これ、アルティメットゼンマイムーブですね、これね。よくわからないことが起きているが、これで一体何をサーチするのかが、まあ、重要といったところ、ダランベルシアンちゃんの効果、マジやばくて、これね4枚素材使うとデッキから魔法トラップから何でも好きなやつ加えられる地獄みたいな効果あるからね。魂吸収、
ちょ、わからん、これ何がしたいのこれ。メタファイズでしか使われたことないわ、このカード。これあれか、デッキの中のカード全部ホルムーブか、これ。AD チェンジャーで、魔導雑貨商人をリバースして、あー、なるほどね。なるほど、龍一ね。相変わらず、このエフェクト、長えな、マジで。長いんだよな、この魔導雑貨商人とかいうカード。急げや、もうちょい、みたいな話あるの、これ。魂吸収が発動されていく。これカードが除外されるたびになんか500ライフ回復するという、カードなんですけども、あーんと何が起きるんですか。白雪とかいるんですか、墓地に。これわかんないですけども、わからないな、何が起きているのか。まあ、とりあえず500ライフ回復して、ボルトヘッジ起きた、ボルタロー来た、ボルタロー来た、ボルタロー、ボルタロー来ました。ボルタロー君もちなみに確かに除外されるんで相性はいいですね。ね、ファイアーウォールドラゴン、ちょ、何、わからん、わからん、マロン出てきた、はい。マロンで、6と2、8? ってこと?魂吸収と、マロンの効果、レベルを1個上げるか下げるか。あー、なるほど。7か、9か。7。いや、わかんねえ。これ何がしたいの?この人。何がしたいの?何をしようとしてるの一体全体。エンシェントホーリーワイバーン。あー、こいつなんかライフさあ、ありったけなんか打点上がるみたいなやつだな。エンシェントホーリーワイバーンからの、これ もしかしてあれ か無限回復地獄みたいなこと起きるやつ。アンダークロックテイカー。はあ、それはエッドリンク先のなんかモンスターのが打点がうんぬんかんぬんするやつだよね。はい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 。え、こっからペンティナの人がさ、マジ?ダークドリアード。バトルフットボーラー誰だよ?カメじゃねえか!カメやんけ!最近タキオンデッキで悪用されすぎてそろそろ禁止と言われてる。知ってます皆さん、最近OCG でタキオンっていうデッキ許可されたんですけど、タキオンムーブでカタパルトタートル確定サーチできるんで、先行でヌメラドラゴン出してヌメラをカタパルトで射出するっていうゴミみたいな先行ワンキルが結構実用 的なその実用性が高いとかいう話が起きていまして、クソ視されています。そろそろやばい。お互いの墓地のカードを全て除外するやばいモンスター。これいくつ回復するのこれ。回復する量いくつか知らんけど、なんかやばいぞ。エンシェントホーリーワイバーンさんの打点がなんかバカみたいな打点になることだけわかる。終わってて草。カタパルトさん、もうあなたね、そろそろやばいですよ。